なんだこれは。あ、それドラゴン殺しだよ。昔北欧から不霊があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ、言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいやあな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう形相だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか？ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか、置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいぜ、死にたくなかったらな。はあ、何言ってやがる。死ぬのはてめえの方だ。待った、命乞いか。おおせ、今さら聞けねえよ。
殺すための剣。ドラゴンがいなけりゃ、持ち上げることができなけりゃ意味のねえ鉄の塊。
何も考えずに殺し尽くせばいい。かわいそうにあのエルフ。五箇条の連中には領主でも手が出せねえんだ。関わらない方がいい。あ、そこのお兄さん助けてよ。なんだお前。あ、見かけねえ顔だな。俺たちに何か用あんのか。こいつら悪いやつなんだ。そのでっかい剣でやっつけちゃってよ。うわっ、このチメク。てめえこいつの仲間か。いや。ねえ、そんなこと言わないで助けてよ。大層の獲物持ってんじゃねえか。話を聞かせてもらおうか、黒い剣士さんよ。面倒だな。
重さどんくらいある？あんたらのボスにことづて頼まれてくれないかな。黒い剣士が来た、それだけでいい。おいてめえ、仲間に何してくれてんだ。盗賊団の首領は人質を取ってるんだ。でも誰も帰ってこなくて。ペラペラうるせえな、俺にかかわんじゃねえ。狩猟は人を食うんだ、人間のすることじゃねえ。せめて焼き払え、黒い剣士を炙り出すんだ。これじゃみんなが、ねえ、助けてあげられないの。俺はただ奴を見つけ出し殺す、他のことは知らない。自分の命さえ自由にできないなら死んじまえばいいんだ。ありがとうございます。ありました。Yeah.
見つけたぞ黒い剣士、ここで殺す。道が塞がれちゃったよ。てめえらのボスはどこだ。早く出せ。ありがとうございます。使徒をつけ狙う黒い剣士というのは何のつもりか知らんが、人間風情が我らに盾つこうとは肩払いたいわ。あれは人間じゃない。餌となれ。
それは生贄の焼き印。貴様はゴッドハンド。5人のゴッドハンドはどこにいる？知らん、知らんのだ。あの方たちのことは我々使徒の思い及ぶところではない。本当だ。ゆっくり味わいな。自分の体が焼けただれるのをよ。うわっ、待ってくれ。死ぬのは嫌だ。待って、助け。ベルセルク。それは剣というにはあまりに大きすぎた。大きく分厚く重く、そして大雑把すぎた。それはまさに鉄塊だった。あー、いたいた。よー、元気？チビ、なんでお前がここにいる？パックだよ、名前覚えてよ。面白そうじゃん、魔物なんてさ。神話や詩人の歌でしか聞いたことないもん。マジモンだぜ、マジモン。お前に言えた義理かよ。悪いけど俺にはペットを飼うつもりはないぜ。ついでに言っとくけどな、俺は嫌いなんだよ、お前らエルフってやつがさ。なんでだよ。弱いからさ。ムカつくんだよ、弱いやつを見ているとひねりつぶしてやりたくなるね。